どうも、クラウンです。まずはチャンネル登録といいねボタンお願いします。さて、今回はですね、少し前となりますが、4月の20日、先月、自民党所属の横浜市議による不祥事が東京新聞で伝えられていましたので、取り上げてみました。私、ちょっと知りませんでしたので、今回、フォーカスしてみたいと思います。先月ですので、もうご存知の方も多いかもしれません。こちら。フジテレビで、本会議中に飲食やスマホ放送、自民の梶村満、横浜市議に議長が厳重注意ということで、内容を見ていきますと、横浜市議会の梶村満議員、自民が本会議中に飲食やスマートフォンの使用をしていたとして、瀬野が、安弘議長は19日の市会運営委員会で厳重注意したと報告した。別に居眠りしていたと疑われる議員も複数いたため、もうどうしようもねえ。各会議の団長を通じて注意を促したことも明らかにした。梶村議員は今月4日のフジテレビ番組で、今年の第1回定例会の本会議中に飴を舐めたり、スマホをいじったり、議案と関連のない小説を読んだりしている様子が取り上げられた。会議規則は飲食を禁じ、品位を重んじるよう定めている。スマホに関しては規則に記載がないものの、1月の運営委で、緊急時に備えた持ち込みを認める一方、会議中の使用を禁止すると決めたばかりだった。梶村議員は19日に市監督委員を辞任。瀬野真議長によると事実関係を認め、17日に議長から直接厳重注意を受けた。同じ番組では、目を閉じて居眠りしているような自民や立憲民主、無所属の議員の姿も放送された。もう全部クビにせえよ。瀬野も議長は、市民の皆様を不快にさせるとともに、その信頼を損なうものと述べ、各議員に規律保持の徹底を求めた。いや、求めねえからもうやめてくれって、という報道がされていました。そしてね、なんと、その時の映像も、拡散されているようですので、ご覧いただきましょうか。では、こちら。というかね、こんなやつが、ですよ。議会中に、なんかスパイ小説を読んだり、またね、競馬予想のサイトを見ていたり、それで年収1600万円以上もらえるっていうのがね、これ最高じゃないですか、こんな仕事。超楽で、もう、本当、不労収入みたいなもんですね。じゃあ、どうぞ。読んでいるのはスパイ小説です。この時の議題とは全く関係ありません。ちなみに梶村元議長の趣味は読書。すると、隣の議員が声をかけると慌てて本をしまいます。カメラに気づいたようです。休憩後、梶村元議長、資料を持って入ってきました。真面目に資料を見ています。と思いきや、午前中に読んでいた小説のコピーです。さらに、これまでの議会取材で一度も遭遇したことがない前代未聞の場面が梶村元議長の手元。スマホ見てる。画面には「極秘情報」という文字が。スマホは緊急時のために持ち込むことはできますが、会議中の使用は禁止です。スクロールすると、画面には商品名が。競馬予想会社トップ5、シンジケート情報。ええなあ、自民党って趣味に興じているだけで、
年収1600万以上ももらえるんかい。最高じゃん。それはやめられんわな。もうこの方もこれにポストされてます。こんなやつが年収1600万、日本の会社員が残業休日出勤して平均年収461万円って泣けてくるような、ほんと泣いてきますわ。ということでね、皆さんはどう思われましたか？今回は以上となります。では、また。